が道の行く先には栄光を、その手には屍を、あらゆる剣も槍も我が身を貫くことはない。上昇の戦士の名はドロシー・イザヤ・エリスパ。この祈りで他の者は守護を得る。最悪の神は笑わない。他の者は常に勝利。その時、私の頭の中には一つの記憶が浮かんでいた。人が死の淵に足を踏み込んだ時、それまでの人生の記憶がたくさん思い出されるという話を聞いたことがある。でも私の頭の中に浮かんでいるのはたった一つの出来事だけだった。まだ母さんが生きていた頃の記憶だ。私は尋ねた。世界が終わると、世界というものは私が認識して初めて私にとって世界になる。私が死ねば私が見ている世界もおしまい。私が死ねば私は世界が見られない。だからそれは世界の死と同じなのでは、とそう尋ねる私に母さんは言った。母さんが死んでもその思い出はドロシーの中で生きてる。父さんの思い出も母さんの中で生きてる。自分が死んでも命はそこで終わりじゃないんだよ。決して見えずとも続いていくものが確かにある。世界はそうして自分が消えた後も続いていくんだ、と。母さんの言うことが本当なら、私の命も誰かの中で生き続ける。きっと無駄じゃない。母さん、もしそばで見ていてくれるのなら応答してください。母さん、私あなたに誇れる生き方ができたでしょうか。立派に生きた。もう頑張らなくてもいい。母さん、応答してください。応答してください。よ。はい。あ、うん。
よう来たか、キリト、ユージオ、それにアリスの嬢ちゃん。待ってたわよ、3人とも。これが、みんなが言ってた。ええ、ダークテリトリー側からの攻撃です。大門崩壊が早まるわけでもないのですが、この緊張状態への圧力とでも言いましょうか、最近は特にひどいものです。お前たちが力を貸してくれると言った以上、現在の状況も包み隠さず見せた方がいいと思いまして、それで連れてきたのです。戦争が起きれば、あそこから幾千、いえ幾万もの敵が現れ、人海を蹂躙します。今はダイモンが受けている攻撃を私たちが浴びることでしょう。たくさんの命が失われ、大地は戦火に抱かれる。それを見届ける覚悟がありますか？覚悟ならいつだってあるさ。お前は巻き込まれているだけに過ぎないのですよ。巻き込んでもらわないと困る。知らないところで傷つかれるより、巻き込まれた方が俺はいいんだよ。友達を、アリスを守れないだろ。キリトの言う通りだ。最前線で戦うのは聖号騎士だしね。背中は任せて。僕も同じ気持ちだよ、アリス。揃いも揃って大バカ者ですね。けれど、私はいい友人を持ちました。ありがとう、キリト、ユージオ。それで、実際暗黒海側と戦ったら勝敗はどうなると予測されてるんだ？俺たち戦国士がいるんだから軍配はこちらだと言いたいところだが、戦争となるとそうは言えねえな。はい、我ら戦国士の突出したこの力は闇の軍勢ごときに負けるはずがありません。しかし暗黒海には人海側にはない圧倒的な兵の数が存在します。どれだけ勇猛に戦ったとしても、その数の前にひれ伏してしまう可能性があるのです。なので我々は、何事ですか？あれは敵同士で戦っているのか？何にせよ敵は敵、人海への侵入は許しません。撃ち落としましょう。攻撃用意。待ってくれ、子供がいる。あの飛竜の乗り手は攻撃するな。追撃者に攻撃用意。ジェネレートエアリアルエレメント、ディスチャージ。
総員、迎撃態勢。了解。俺が先行して敵を引きつける。周りの援護頼んでいいか。この祈りでかの者は守護を得る。危ない。最悪の神は笑わない。かの者は常に勝利する。名のある剣士とお見受けする。お目通りを願いたい。よくわからないけど、君は人界の誰かのようだ。それどころか俺たちを助けて合ってるか。となる者を引き連れてしまったこともお詫びする。ですがこちらに敵意はありません。召喚は暗黒騎士団より派遣された使者ドロシー・イザヤ・エリシバ、聖豪騎士の長であるベルクーリ・シンセシスワンにお目通り願いたい。ダークテリトリー、またの名を暗黒界。俺がいる場所、人界からすると長年睨み合いをしている敵対勢力の住まう土地だ。二つの土地を分断している東の大門が崩壊すると、情勢は一気に戦争へと傾く。そんな中、敵地から少女が二人やってきた。しかも人海軍の総大将にあたるベルクーリに会わせろというのだから、俺たちは混乱していた。ユージオ、
もしかして俺を探してたか？うん、キリトを連れてくるようにってカーディナルさんに言われたんだ。これからあの暗黒騎士の子の処遇を決める査問会議だって。それで探してたんだよ。ねえキリト、小さい女の子の方は大丈夫だった？まあ、サライのことか。今監視付きだけど、天幕で休ませてる。疲れてたみたいで、飯食ったら寝ちゃったよ。サライって言うんだね。よかった、拘束されてないんだ。昔のアリスのことがあったからちょっと心配で。あ、大丈夫だ。ああ言ったことはさせないさ。暗黒騎士の子、ドロシーだっけか。ドロシーと離れ離れが嫌だって泣くもんだから、なだめるのが大変でさ、かわいそうだったな。捕虜扱いとはいえね。僕も後で様子を見に行くよ。じゃあ少し歩くことになるけど、出発しようか。場所も持ってないのに拘束する必要があるか。わしもそう言ったんじゃが、怯えている者がいるのも確かでな。あ、暗黒怪人と言ったって俺たちとそう変わらないじゃないか。カーディナル、こんなの。なんだこりゃ、情けねえ。人海のど真ん中で武器一つ持ってねえ娘を寄ってたかって怖いってか。大の大人がガン首揃えて何やってんだ。いいか、はっ。ありがとうございます。いや、こちらこそ比例を。早速始めようや。何の用があって人海に来たのか。承知いたしました。アラビクスル・ウルシャスターの名代として参りました、ドロシー・イザヤ・エリシバと申します。暗黒界は現在十校をそれぞれの長とする暗黒軍を編成し、肥沃な大地と安定した気候を持つこの場所を我が物にせんと。そしてキデンはその敵対する土地にやってきた。一体何のためにわざわざそれを聞かせたかったとでも。人海との戦争は我ら暗黒海側の総意ではありません。中には大戦の流れを止めようとする者たちがいます。ザレゴと一体どれほどの年月を互いに憎しみ合っているか。ああ、デュソルバート様の言う通りだ。人海とダークテリトリーの間には血塗られた歴史がある。ここにいる兵士たちの家族すらも命を落としておるのだ。貴様も人海の戦士を死に至らしめた者の一人のはず。召喚の母親も人海の戦士に撃たれて死ん。それはまずダーク。キリト君、
も？うん、ありがとう。そうだ、見てってください。また来てください。はい、こんにちは。いいの変えたでしょ。いらっしゃいませ。また来てください。ドロシーが来てから数日、どういうことかな。ねえ。ああ、任せろ。こんなところに裏道が。
なるほど。以前からダークテリと途中魔獣が多く出没します。人界にもいるよ、野生の動物。